はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクですね。はい、ゲームオブスローンズ8。はい、ご依頼者リカさんです。本日ね、木曜日の配分になります。よろしくお願いします。よいしょ。はい、じゃあ、パリパリパックまた開けますんでね、少々お待ちください。大体2分ぐらい飛ばすとちょうどいいです。やっぱりあれですね、なんか未だに見たことないっていうの出ますね。まあ、そういう意味ではいいですよね。インフレクションにも入ってない人たちも多いですからね。よいしょ。いや、店長パック慣れてきたなって言おうかなと思ったら全然ダメでした今。ね、ダメですね。よいしょ。はい、はい、いいっすよ。はい、了解です。時間大丈夫？ああ、まあ一箱なんで。はい、じゃあ行きます。はい、まずホイールで、金パラ、ああ、ブロンね、財務長官。タナボタ、あ、王座、誰でしょうか。はい、キングです。はい、ナイトキング、こういうシチュエーションでもまあまあ出な、あ、まあなくはないですよね。なくはないです。それぐらいボロボロでしたからね。七王国の方々。はい、黒パラ、まあね、ゲームオブスローンズ自体は続いてますからね、その後もね、全然ね。よいしょ。あそこで終わらすんだとまあですよね。サムホイル、一応、クリアの王座のカードが出ました。まだ出ないですね。よいしょ。ここに2つあるのかな。はい、あ、あったあったあった。はい、あ、ちょっと待ってくださいよ。広い、白い幅が広い。2回言いました。デュアルかな、います。せーの、この2人か、初めて見た。でも、はい、親方と魔術師、一応これ初めて見ましたよ。はい、デュアルオートです。はい。この顔がいいですね、この親方のね。はい、あとドラゴン取ろうとしてね、燃やされちゃったね。はい、デュアルオート出ました。
あと書き込みがもう一枚あります。お、インサートもう一個来ました、はい、ビッグブラダーですねこれね。はい、デュアルが出るとちゃんと書き込み入りもあります。はい、それがこの商品のいいとこ。誰でしょうか、せーの。ああ、まあお付きだけど、あれこの間引いてます、なんかめちゃくちゃ長く書いてますね。はい、ちょっとなんて書いてあるか、ネバーハード、うーん、メモント、ああ、まあ、うん、ターガリエンのまあでも奴隷ですとかそういうあれじゃないですね。でもすごい長く書いてますね。はい、初期の頃ね使えてましたよね。はい、書き込み入りノートとデュアルでした。デュアルは初めて見ました。まあキャラはちょっとあのね、はい、親方ね、どこの町でしたっけこれね、どこの町でしたっけ、ありましたよね、うん、でそこをね、ドラゴンを欲しくてね取っちゃった魔術師、うん、でも魔術使いますからねはい、ということでね、またよろしくお願いします。ありがとうございました。